ばんは。こんばんは、こんばんは。ハローハロー。ロングタイムノーシー。こんばんは、こんばんは。久しぶり。こんばんは。お久しぶりです。しっとり系だね、すごいしっとり系。水も滴るいい女。盗聴失敗ブログ読みました。ありがとうございます。そうね、盗聴失敗しちゃったな、あれな。結構ね、実は、あれでも2回ぐらい食べてて。1回失敗して、で、2回目、行ってまた失敗しました。はい、あの なんだろうなお父さんも失敗してるんですよ実は。そうお父さんでもすごいね、あの食べれないぐらいでっていうちょっとあの言い訳をさせてください。こんばんは、こんばんはです。後ろ見ていただきました、三つ編みの方から後ろ見ていただきました、ありがとうございます、ね、かっこいいこれがあるよ。そうマガンダンガビー、はやかわいい、おーロングタイムノーシーマガンダンガビー、 How are you?こんばんは。マウンテン行ったの、マウンテンじゃないんですよ、ただマウンテンっていう名前のカツ丼を食べました。あのマウンテンカツ丼っていうカツ丼を食べて、次マウンテン行きたいですね。でもね、ん太った、なんか太ってるな、いだれしか小食だな笑う。いや本当にあれね、本当にね、あのだってお腹すかせていくからキャベツ食べちゃうんですよ、ちょっと言い訳すると。そうすごい大量のキャベツを食べちゃうんですよね、まずみんなで。そうするとあとお味噌汁とか食べちゃって、そうするとあんまり入んなくなっちゃうんですよねっていう。パッツンすればパッツン、前髪をですか、パッツンもいいかもしれないけどね、なんかねあんまり変えちゃいけないみたいだから髪型切りたいですね。でもねそろそろ切らないとね、胃にきそうなカツ丼、そうすごかった、ドッカーンってきた。そう笑、今日はラブさんがいない、今日ラブさんいないんですよ。あーパジャマが見えてる、パジャマが見えてるよ、パジャマ毎日笑ってないのバレちゃうね。太った、太った、なんかね、グリーンさんから可愛いチョコいただきました、ありがとうございます、ありがとう、ね、髪の毛がありがとうございます。カツ丼こんばんはこんばんはこんばんはですね、なんかカツ丼が、カツ丼が、いやこうやることで黒歴史じゃなくなるからいいですよね。そのなんだろう、別に笑い飛ばしていい黒歴史にすぐなると思うんで、こうやっていじられることによって、これでいじられない方がなんか本当にあと5年ぐらいしないと、そのなんだろう、話せないような黒歴史になりそう。早速髪の話してごめんね、そうだ髪の話センシティブだったんだここだと。次は日本一の大森玉屋行くしか、玉屋どこだろう、え、どこだろう、カツ丼屋さんかな。あのパセリとか行ったことありますよ、塩釜口のパセリで、あのエビフライの定食食べたりしました。あと味噌カツ、味噌カツ丼も食べましたね。あそこもすごい大盛りですね、パセリ。そう本体がね、本体言わないでくださいよ、ちょっと猫のことを。はやちゃんこんばんは、あこんばんはです、そうこんばんワンダフル、こんばんワンダフォー、しょうがまげしそう。ちくさにあるよ、ちくさにもあるんですね。グッドイブニング、グッドイブニング、いーちゃんも適度に、なんとかそう、なんて書いてあるんだ、こんばんはです。そうゆーちゃんな、誘いたいけどな、次は本当にマウンテン行きたいんですよね、マウンテン本当に行きたい。次ゆーちゃんがカツ丼いじっていいか気にしてたそうだな、あそうなんですねそうね、あのあとね実はねゆうちゃんから LINE あって、ね、あの声見ててよすごかった頑張ってねっていう LINE があって、でも私がでもねやらかしちゃったのって言っちゃって、そうやらかしちゃってで怒られちゃったのしかもって言ったら、もしかしたらあのカツ丼結構あのカツ丼のことであの落ち込んでるって思われたかもしれないですね。いやもちろん落ち込んでたんですよ、落ち込んでたんですけど、皆さんが楽しそうで何よりだなと思って、もうあの前面に出していきたいと思います。なんかなんかハゲてんな、よいしょ、ね、なんかこういうのが嫌なんですよね、こういう隙間がちょっとちょっと髪の毛薄い系みたいな、よいしょ。あじゃあカツ丼の件は今日以降触れない方がいいのか、やめて逆に触れないと本当になんか本当に恥ずかしいだけの事件になっちゃうからね、あれね、うん、逆に触れていただいた方がいいので、ハゲ言ったのごめんって、ヤフーニュースマジ、ヤフーニュース、ハゲでも好きよ、ありがとう。
じゃあ存分にハゲられるね。カツ丼は NG ワードNG ワードなの、カツ丼やめて、それ NG ワードにしちゃうとちょっと本当になんかね、いじっちゃいけなくなっちゃう。自己紹介のように触れない。そう、自己紹介どうしようかな。自己紹介どうしましょう。私あーてか、うん、どうしよう。自己紹介いっそカツ丼を売るかっていうのも考えたんですけど、私実はカツ丼って同じお店でしか食べないんですよね。だからどこに行っても食べるのはラーメンだけど、カツ丼って全然限られてて、1ヶ月に言うて2回とかしか食べないんですよ。ずっと考えてたけど難しいよね、自己紹介ね。本当によいしょ。あ、ひーさんからハートいただきました、ありがとうございます。ありがとう、イエイ、エゴさんに感謝でありがとうございます。エゴさんがね、エゴ先輩が活動に関して触れていただけたんで、まだもしかしたらよかった。もう本当に、いや、あれは本当に良かったと思います。結局あの後、他の子誰も触れてくれなかったじゃないですか、MC で私の。カツ丼に関してなかったことになったじゃないですか、まあ、その時私もなかったことにしようとしてたんですけど、ただねやっぱりねちょっとね辛かった辛かったですね。あれね、あのまま終わってたら本当に黒歴史になってたかもしれないですね。そう、あ、黄色い T シャツの方からクマさんいただきました、ありがとうございます。クマさんが飛ぶのは珍しいですね、私のルームだと。ありがとうございます、ありがとう。触れない優しさやめて、触れて、そういう間違いはどんどん触れてください。どんどん触れて、どんどんネタにして、あの喋ってもいい黒歴史にしてください。そう、喋っちゃいけない黒歴史が本当に一番あれだから、そう、辛いからね。サイコパスキャッチフレーズに入れない、サイコパスキャッチフレーズに入れますか。エゴ様様、そう、エゴ様様、エゴ様、エゴ先輩様様、本当にラーメンカツ丼、あと何で売り出しますか。これ以上のもので売り出しますか。え、あとアドボが好きなんですけど、あとメロンパンが好きなんですけど、え、結局、あとバナナで、なんかミエちゃんが私のイメージバナナって言ってきてくれて、うん、なんか複雑な気持ちだったな。でも先生、触れろよ、つまり何触れろよってその時は思えなかったんですけど、MC 終わった後ぐらい、最後はあのアフタートークの時とかは結構もう正気に戻ってたんで、あれでしたね、焦ってました、正直。そのカツ丼の事件に関して、だから触れられて嬉しかったです。フリピンってだけだよねフリピンでもね、確かにね、フリピンといえばバナナなんですよ、知ってます。私も、皆さんがフィリピンをイメージしたら、だいたいバナナとあのドゥテルテ大統領のことしか、あまりまだね、イメージ的にはないだろうなって。そう、フィリピンもっといっぱいありますからね。そう、なんだろう、フィリピンといえばバロットとか全然白飛びしてる。そう、エゾさんの広げ方うまかった、いや本当に感謝でございます。私ももっとちゃんとねえ、なんか青木さんみたいにトークできてたらよかったんですけど。そう、何あれのバロットあるじゃないですか、青いバナナって。そう、あれもびっくりしました。青いバナナってなんだろう、パッキョのイメージ。あ、そうだ、パッキョさんもすごい有名ですよね。触れるなよ、触れるなよ、触れろよあ、そっか、お砂お砂原理でね。そう、カツ丼は決まった店でしか食べません。皆さんも私のことだけ応援してください。いやらしいからキャッチフレーズですかそれ。ありがとうございますいやね、なんかかっこいいけどね、カツ丼は決まった場所でしか食べないって。ただ今後どっかでね、なんかの表紙でね、お弁当がカツ丼とか出させていただいた時に、カツ丼食べてるのね、なんかメンバーの子に写真撮られて、早かの自己紹介偽り説とかなんかツイッターで晒されたら恥ずかしいです。次は天丼、埼玉県出身、五十嵐早香18歳です天丼も好きです。でも私好きな食べ物で迷ってたんです、天ぷらとかと、うん、セブ島ボラカイ、そう、セブ島ボラカイ有名ですよね、フィリピンのセブ島ボラカイ、あと
ミンダナオはそんなあれか。コマ、あ、こんばんはです。コマ、どんどん壁ドン、どんどん、あ、グッドイブニング。ドンタイムオシー、ハワイユー。ビジネスカスのビジ、ビジネス言わないで。本当にでも好きなものだからよかったよ。あれでね、本当に全然好きなものじゃない。何？お昼ご飯のお弁当で出させていただいた鮭、焼き鮭とか言っちゃったらさ、マジでなんかビジネスになっちゃうよね。うん、焼き鮭食べたんですけど、あの前実は海鮮丼、海鮮丼ね、海鮮丼もいいね。ちょっと長いけどね、海鮮丼も。海鮮ぐらいでなんかあってなりそうだよね。そう、カツ丼は文字数が少ないから言い終わっちゃってあってなっちゃったけど、洗面所から戻ってきて、あ、ただいまです、ん、お帰りなさいです。エルニドってフィリピンだっけ？エルニド、うん、フィリピンだと思います。そう、埼玉といったら山田うどん。そう、山田うどんがある埼玉には食べたことないんですけどね。ビジネス焼き鮭。そう、焼き鮭美味しかったな。なんかハンバーグとあって売り切れちゃってたんですけど美味しかった。煮干し丼、煮干し丼って何ですか？なんかひもじいですねひもじいって言ったらあれですけど、煮干し、しか載ってないのかな。次の振り、自己紹介の始めは毎回どんぶりシリーズで、毎回どんぶりなんかつきそうですね。でもね、あのしまいにはなんかもうなんか関係ないスパゲティ丼とかになっちゃいそうですよね。なくなっちゃって。名古屋でいい小石は見つけましたか？名古屋ではまだ小石拾ってないかもしれないです。あー、透けてるよ。名古屋ではまだ拾ってないですね。あったらぜひぜひね、ご報告いただけたら嬉しいんですけど。よいしょ。ケチフレーズは食べ物でもいいかもしれないね、うん、でも本当になんか鍛えないといけないかも、胃袋。そう、そこキャッチフレーズにすると、そこを売りにするわけだから、ね、なんか髪の毛気に入らない、本当に髪の毛気に入らない。こんばん、あ、こんばんはです。お久しぶりでございます。スケルトン頭皮。スケルトンバングスとか流行ってますけど、ね、流行んないかな。スケルトン頭皮とか、それだったら全年齢にも優しいというか、髪の毛がない方でもできる髪型みたいな流行りの。また髪の話してる。ごめんね。ふささだでいいじゃん。やばい、嫉妬してる方がいますね、私の髪の毛に。そう、ごめんね、ふさふさで。大丈夫、私もいつかなくなっちゃうから大丈夫だよ。ラブさんは今日いないですね。ラブさん今日いない。髪の毛がない方とはまた強い方だ。強い方は強い。なんかね、強くなっちゃうね、私のルームね。ちょっとやめようね。そう、もっと優しいルームにしないと。なんかダメだな、髪型気に決まらないな。ダメだな。SK48 のデュゼーテ大統領こと五十嵐彩香です。なんで、え、じゃあドナルド、あ、トランプ氏とか、トランプ大統領とかも SK48 にできないとおかしいですね。ドゥテルテ大統領だけになっちゃったら。そう、ハゲに無人形当たり前じゃないの。っていうか、いや、気にしすぎなんです。そう、皆様が気にしてるだけよ。ゆさぴょんさんから可愛いたくさんいただきました、ありがとうございます。ありがとう。おでこはいか。あとひーさんからもね、ハートいただきました、ありがとうございます。ありがとう。ふさふさこ、ムー大陸からフィリピン経由で密航してきました。五十嵐彩香18歳ですなんか怪しいな、アイドルの自己紹介じゃないんだよな。わし、何、名刺とか渡しそうだな、それ。髪の毛あるわ、震え声ハゲ感が増す。ラブさんいないなら寝ようか。なんでラブさんいないと寝ちゃうんですか。ダメですか、私じゃ物足りないですか。マネージャー、じゃあうちのタレント今日いないけど、マネージャーで満足してよ。
ここにはもうない方が、ここにはない方が透け取る。なんかね、髪の毛透けるんですよ私。おこマウント取りに来やがった。噂の早かだ。こんばんはです。飴が頭に乗っかってるよ、乗っかってるよ飴が。これ普段使い一回もしたことないやつですね。なんかこういうのも一回もねつけたことないんですけど、ゆいちゃんにねつけさせたことはあります。これゆいちゃんすごい似合ってた、あげちゃいたいくらい。これも似合ってた、ゆいちゃん。これもあとこれも似合ってた。そうそう、持ち物は可愛いのにね、持ち物可愛いのにね。これピンクバージョン、ほら違うの。持ち物可愛いのに何よ。続きは何ですか、持ち物可愛いのに何ですか、言ってください。泣きますよ。いいですよ言って。そう、ひーさんから可愛いいただきました、ありがとうございます。ありがとう。カツ丼、カツ丼、カツトンカツトン。自己紹介、写真ください。写真これのですか。ハイランドシーカーズ入ります、入ってください。ハイランドシーカーズね、部員募集中です今のところね。あまりまだそんなにたくさんの方がいないので、ハイランドシーカーズヒアピンつけるとか、新手のマウントか、マウントカチューシャつけるみたいな。あ、でもカチューシャは大丈夫か。でね、ヘアピンは確かにマウントに入るかもしれないね。気をつけないと、ヘアピンも炎上のもとになるね、これからは。そう、劇場にお客さん入るようになったら、早川さん笑っちゃうよ、ピカピカで。笑っちゃうって言わないで、そんなことないですって。感激する、きっと。スポットごめんなさい、ちょっと切れちゃいました、申し訳ないです、ごめんなさい。あ、ひーさんからモテをたくさん、モテを3つ、モテを3ついただきました、ありがとうございます。ひーさんからモテをいただきました、ありがとうございます。すいません、フリーズしてしまって。新手って読むのか、新手じゃないか、そうか、新手って読むのね。トリプリさんからハート100個いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。半目で固まった、やめて、絶対スクショとかやめてくださいね、絶対やめてくださいね。俺も頭皮にヘアピンさせてみてください。いいの、ヘアピンじゃなくてシールとか。でも逆、シールとか貼れるじゃん、逆にね。シール貼れないから、ヘアピンつけれる人は。あのほら、原宿系とかでさ、か何、顔の上にシールペタペタ貼ったりするじゃん、そんな感じでいいんじゃない。そう、フリーズしたぞ、フリーズ、ごめんね。そう、グリーンさんから可愛いいただきました、ありがとうございます、ありがとう。パピーってミキちゃんから言われてる。あ、そう、パピーなんですよ私。最初紀藤さんが私のことをパピーってこういじり出して、それでみんなパピーって呼び出したんですよね。あ、どんぐりの方からだるまさんいただきました、ありがとうございます。本当にライトに照らされてお客さんの頭ピラミッド。いいな、何、輝かしいではないですかね。サイリウムに、さらにサイリウムと同じぐらいこう強い光を浴びれるんですから、私たちはね、ありがたいことですよ。自分のことをパピーって呼んでるんだけど、たまにです、たまに、たまにっていうか、なんかノリノリよ。そんな自分でパピーって言ってないから大丈夫。ドキに大人気ね。そう、嬉しいな。そう、私もドキ好きなんですけど、好きなんですけどね、なんかね、そういじられるんですよね、パピーにびっくりされるとか。そんなことないよ。ミキちゃんがパピーと仲良くなったって言ってたのね。この2週間で本当にみんな距離縮まりましたよね。ミクルン発だったのか。そう、ミクルンが私の電話見て、そう、半目のスクショは出回るよね。出回ると思います、私も。別に嫌だけど、そう覚悟はできてます。僕もカツ丼姉さんをパパって呼んでいいですか。パパって呼ぶんですか、私のことを。皆さん、先生の次はカツ丼で、カツ丼の次はパパですか。いいですよ、みんなのパパになりますよ。パパか、ママじゃないんだ私。パピってどういう意味。パピはパパのことです、マミーがママのことです。あ、おお、
たこ焼きと猫のハーフの方から可愛いジョコいただきました。ありがとうございます。こんばんは、はじめましてじゃないですかね、違いますね、初見さんじゃない、ありがとうございます。可愛いジョコいただきました、ありがとうございます。ありがとう、君の方が可愛いよ。そう、とんかつさんこんばんは。とんかつさんなんですか、せめて活動にしてくださいねえ。ちょっととんかつさんなの、早川パパ子犬ちゃうわ。そう、カツ丼パパはゆうちゃんとコラボして、ゆうちゃんとコラボしたいな。なんかでもコラボのね、あの機械のやり方がちょっとわかんないんですよ。わかんないのもあるし、あと Wi-Fi がちょっと、そう、あだ名がカオスに、糸引きがなぜパパと呼ぶのパパカツですねやばい、10期生のみんなのパパ説出ちゃった、私やばいな。そう、天丼ではダメですか、天丼でも大丈夫なんですけど、私カツ丼の方が、ね、好きなんです。天丼の方がボリュームに欠けてしまうのと、天丼味はいいんですけどお値段がねやっぱり少し違うのでカツ丼なんですよね。そう、カツ丼さん照れないで、カツ丼さんって言って照れないで。そう、ママがリアン、リアン、あーね、青木さん確かになんかお母さん感あるかもしれない。みんなのここに来たらパパ活って聞いてきたんですがここに来たらパパ活、私のところに来たらパパ活か。そっか、いいよ。何食べたい、みんなカツ丼食べたいね、おごるよ。大丈夫だよみんな、カツ丼ぐらいならおごるよ。あの小畜梅どれがいい、小でも畜でも梅でもいいよ今なら。うん、10期にパパ活女子がいるんだってまさかのパパの方。そう、黄色い T シャツの方からモテをいただきました、モテを2ついただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ショーでマジか、大きいやつか、お値段が2倍ぐらいのやつか、しょうがない、おごったるてんやの天丼よりかつカツヤ好き、カツヤ好き、あのクーポンいっぱい持ってる特大で、特大か、あのご飯ダブルのやつ、ご飯ダブルで、しかもあのカツ丼がな、カツの部分が分厚いやつかな、もしかして。クーポンあるよね、なんだっけな、ちょっと待ってね、なんかね持ってるんですよ、100円引き券かな、100円引き券持ってるんですよ、いっぱい。全力飯こういうやつね、あんまり分かんないから見せとかないけど。そう、グリーンさん、あーミラーボール見えちゃってる、見えちゃってる、ごめんなさい、見えちゃってます、ありがとうございます。グリーンさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます。眩しかったよ、ありがとう。そう、またカツ丼の話カツ丼でもダメなの、カツ丼ってセンシティブだったっけね、いつから。お早いお帰りで、倍以上のカツ丼、波で十分です、波な。でもカツヤだと小畜梅じゃないですか、波は牛丼で、謎のカツ丼なぜ使わない、あれどれだ、あ、え、使いますよ、あのどんどん溜まってるんですよ。あ、でもあのお父さんとお母さんの分とかもらったんで2枚あるんですよね。しかもこれなんか変な話、有効期限書いてないんですよ。だからいつでも使えるっていう、あの無敵です。弥生県が好きです。弥生県もね、オシャンティですね。あの正直私街角屋が大好きなんですけど、弥生県も値段的には同じなのに弥生県の方が内装がおしゃれでね、好きですね確かに。カツヤが一番、美味しいよね。終わりにクーポンとかある、結構あるかな。あ、ユサピオンさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます、ありがとう。キラキラ眩しいよ。そう、中尾実は行ったことないかもしれない、まだ1回も。中尾はね、中尾あのそうなよく見かけるんですけどね、あの武蔵屋とかはオーディションの時行ったことあったんですけど、武蔵屋全然入んないかな。でももうあれないな、
お父さんお母さんにあげちゃったかな、分かんないやつとか。街角屋の50円引き券とかもあるんですよ、うち50円引き券配ってる時があったりして、ね、ココイチのカツカレー、ココイチのカツカレー、ココイチいいよね、ココイチもうちょっと高いけど、そうお金ある時は行きたいよね。松屋のカレー美味しい、マジでマジで、それ松屋のカレーは美味しい、本当に美味しい、美味しいよね、そう大好き。日高屋がね、日高屋もね、日高屋は埼玉に住んでた時ね、もっと行ってました、いっぱい。そう日高屋はよく何食べてたっけな、塩ラーメンとか好きだったかな。クーポンの話になってからギフト急増なんでなんでみんなゴーゴーカレー、ん？ゴーゴーカレー好き。松田ね、あ松田屋あんまり行ったことないかもしれない。やゆうけん漬物美味しい。そう漬物が酸っぱい漬物じゃなくてしょっぱいんですよ、あれあれ美味しいよね。外食チェーン大好き系女子ですねチェーン店美味しいですよね。でもね、そう村氏、あ武蔵屋じゃない、村氏です、すみません、源村氏。そう無限ループする剣だもんな、そう永遠にある剣。マウンテンカツをみんなでつつこう、みんなでつくつくのもいいかもしれない。あれ1000円ってお得ですよね。ポイントはスマホを見せるんじゃないんだ。そうスマホ苦手だな。そうあれ読んだ、私ユーソピョンさんからミラボリいただきました、ありがとうございます。偽物行くとレジでもらえる割引券でね。そうてんや、てんやは、てんやはまだ行ったことないですけど、あるよね。ココイチとか言わな、あダメなのココイチ、あそっかそうでもね、そう金沢カレーだね、ゴーゴーカレー、あーチャンピオンカレー、チャンピオンカレー実はまだ一回も入ったことないんですよ。やばいよね、え何、なんかまたボコボコしたのが出てきた前みたいな、毎回右手に出てくるのここに、なんかボコボコしたのが、アレルギーかな、ちょっと寝よちゃんと。やばい、そろそろ、あハートのを醸し出した方からかっこいいいただきました、ありがとうございます。みんな支えなきゃって違うなんでクーポン出すと支えなきゃっていいじゃん、女の人とか好きじゃん、クーポン主婦の方とか集めてるじゃん、ポイントとかね、そういいじゃん、ポイントとか持っててもね、みんな大好きでしょそういうのね。よくだってチェーン店とかでもさ、若い学生さんとかだったら携帯で一生懸命そこのさ、そこのお店のクーポンとか調べてたりしてさ、そう、そういうもんだから、うん、あと猫耳和装の方からミラーボールいただきました、ありがとうございます。キラキラ眩しいよ、ありがとう。カレー食べたいです、カレーな、昨日、あ、じゃ今日実は林ライス食べました、カレーじゃないけど全然。最近私林ライスが好きなんですよ、あ、かゆい、本当にかゆい、やばい、え、どうしよう。そう、林ライスが大好きで、カレーもいいけど林ライスもいいなってそう思い始めてます。あ、どんぐりの方からギャッいただきました、ありがとうございます。ギャッ、あとお団子さんからろうそく10本いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。現実的、クーポンいがらしって呼びます、何クーポンいがらしって、私まともなニックネームつけられたことないんだけど、早かライス、早かライス、そう林ライスのとかけ、あ、林ライス、林さん、グリーンさんからギャッいただきました、ありがとうございます、ありがとう、ギャッ、いいママになりそう、ママそうね、いや違う、私パピーですから、パパですから。ミラボ投げなきゃやめね、怖い怖い怖い。ヒーさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます、かっこいいよ。そう、あとどんぐりの方からギャッいただきました、ありがとうございます。早川先生ほんとミラボなんとか上手ですね。違うんですよ、なんで、なんでみんなクーポン券持ってるの知ってるからな。別に年収70万とか言ってる方でもクーポン券の1枚や2枚財布の中に実は入ってるの知ってるからな。そう、女の子一人で定食屋入ってる子は燃える、燃えるのアイドル、アイドルって便利だね、いろいろなんか言い回しができるもんね。女の子っぽくない時はもう、ギャップ燃えって言えるし、冷たい子なら塩太陽って言えるし、ぶりっ子なら神太陽って言えるし、いろいろ便利だね。そう、私ギャップ萌えが激しいんですよ。みえちゃんに林ライスと言うと機嫌悪くなる、あ、そうなの、そうなの、じゃあ今度言おう。テレビ変えた、テレビは、あ、本当に検討中です、本当に今選んだりしてます。そう、年収70万、
少なすぎる。あれ年収、あ、そっか、年収け月収70万ね。年収70万はすごいすごいですね。そう、年収70万じゃなかった、ごめんね。塩太陽は、うーん、褒め言葉言わないで。ええ、でも塩太陽ってそれもね、テクニックの一つなんじゃないですか。早川さんも神太陽ですね。髪の神が、髪の毛の神になってるよ。どんぶり太陽、うん、年70万って税金かからない。年収70万違います、ごめんなさい。1ヶ月70万、1ヶ月70万だと12ヶ月でいくら、新14、7、8、新14、7、7、7、8、うん、月5万円。バイトやん、バイト。え、でもアルバイトってそんな年収1年70万も稼げますか。そう、よし、家族のパートや、家族の月70って相当な人、さすがの年収70万では生きていけない。840万、年収840万、月70万だったら、あ、840万立派じゃないですか。そう、月70万バイト以下やん、バイト以下。何のための暗算だったね。待って、壁にしかもこうやって指でこういろいろ書いてやったのに無理だった。 70×12 ができなかった。そう、年収100万円以下に、あ、答える。年収って平均どのくらいなんですかね。あ、これってセクハラって聞いたことがある。男の人に年収聞くのはセクハラだぞって誰かに聞いたことがあるからやめておこう。そう、ひーさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あと、ユサピョンさんからもミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あと、ウリンさんからもミラーボールいただきました、ありがとう。ありがとう。こんばんは、こんばんはです。あ、ごめんなさい、でももうそろそろ行かないとね、恥ずかしくて言えなくて泣けるもん。違う、平均を聞いてるで、全然そんな、いや、だってごめんなさい、ごめんなさいね、本当に聞かないで、聞かない、聞かないよ、ごめんね。本当のことを答えると思う。お思いか。違う、ね、普通のなんか、あの、お父さんとかっていくら稼いでるのかなって素朴な疑問です、ごめんなさい、申し訳ないです、申し訳ない、セクハラだね、ごめんね、ごめんね、みんな変なことしちゃったよね、ごめんね、パパ変なことしちゃった、ごめんね。そう、ヒーさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。まだやってて、まだギリギリやってます。あと、ロボット、あ、あ、なんだな、黄色い T シャツの方がミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あ、ラブ、おいで、君は映えるんだ、ショールーム映えするんだ、おいで。そう、なんで祭りかもって、マネハラ。クリスチャンさんから、あ、じゃじゃん、ツインテールの方から朝顔いただきました、ありがとうございます。ありがとう。パ、あと、グリーンさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。そう、あと、あの、花束を持ったクマさんの方からミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あと、グリーンさんからまたミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あと、ユサピョンさんからミラーボールいただきました、ありがとう。ハケさん、こんばんは、こんばんはですね、お久しぶりです。あ、ミラーボール、ヒーさんからミラーいただきました、ありがとうございます。ありがとう。膝大丈夫ですか。膝ね、最近痛いんですよね、膝が。今日痛くなったんですよ、夕方あたりから。ね、待って、ちょっと、なんで今どこにそういう要素あった、ミラーのね、どこにあったのかな。ね、ジャンピングしてワンちゃんの方がミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。あと、グリーンさんからね、またまたミラーボールいただきました、ありがとうございます。ありがとう。あ、そっか、猫か、猫か、そういうことか。マネージャー頑張って。これから公園では、勝つ、家、セクシーさをアピールしていくの。そう、勝つじゃなくてセクシーさをね、アピールしていきたいなとも思ってます。セクシーさ、そう。お団子さんからミラーボールいただいてました、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あと、狼の方からめ、ね、あの、ミラーボールいただいてました、ありがとうございます。ありがとう。年収聞いてるの違います、平均を、あの、聞いただけです。パワハラちゃん、今これミラハラだからね、みんな。ユサピョンさんからミラーボールいただいてました、ありがとうございます。ありがとう。ラブさん来た。クリーンさんから可愛い10個いただきました、ありがとうございます。可愛いって、ラブタレント可愛いってさ、ね、塩太陽だね、相変わらずの。ありがとうございます。ユサピョンさんから可愛い10個いただきました、ありがとうございます。ラブさんセクシー、ラブさん、キャー、ラブさんこっち向いて、お尻もセクシー、可愛い、ね、ジンベイの方からミラーボールいただきました、ありがとうございます。ミラーボール、ありがとう。ありがとうございます。そう、あと、ヒーさんからミラーボールいただいてました、ありがとうございます。ミラーボール、ありがとう。すいません、ねえ、なんで
じゃあハートを醸し出した方からミラーボールいただいてました。ありがとうございます。いやめちゃくちゃ嬉しいんだけどね。いや嬉しいです、ありがとうございます。膝が痛いって気をつけてね。ねミラハララブさん動いてる。クーポン効果なのかな。そう生活応援企画やめてやめて。ちょっと赤いドレスの方からミラーボールいただいてました。ありがとうございます。ありがとう、支えなきゃ。大丈夫だってみんな、ごめん、クーポン好きでごめんってばダメなん、お財布の中にクーポンの1枚や2枚入っててもねえ。狼の方からミラーボールいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。何のヘアピンつけてるのこれ。飴です。あと猫耳和装和服の方からミラーボールいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。ねえ、なんでスピン配信して絶対ダメです。正規メンバーにもし昇格できる時が来たらスピンでやってもいいかなと思ってます。研究生のうちは絶対やらないです。そう2枚以上入ってたやめてよ。 ね入ってたとしても何が悪いの。丸亀製麺のミラボリじゃないクーポン券が入ってたとしてもね、何が悪いの。グリーンさんからミラボリいただきました。ありがとうございます。ありがとう。待って、ちょっとやばい。あと黒い豚の方からもミラボリいただきました。ありがとうございます。嬉しい。で皆さんありがとうございました。本当に、ね、ありがとうって。ラブさんもありがとうって言って。ありがとうね、本当にありがとうございました。丸亀なんか丸亀もう時間がやばい、時間がやばいってば。そうありがとうございます。そう狼の方からもねミラーボールいただきました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいくせに。嬉しいよ、悪かったね。嬉しいですよ本当はめちゃくちゃ嬉しいけどね。そうありがとうございます。グリーンさんから可愛いいただきました。ありがとうございます。またあ焦ったぜ。グリーンさんからミラーボールいただきました。ありがとうございます。ありがとう。ねなんかね怖いですね。ドキドキ、なんでドキドキしちゃう。ちょっとおさんこさんからミラーボールいただいてました。ありがとうございますね。あとありがとうございます。あと猫の和装の方からもハートいただいてました。ありがとうございます。ありがとう、ハートたくさんありがとうございます。猫ちゃん押さないとね。猫ちゃん私じゃダメな、しばらく投げてなかった反応ん投げて、ね、投げてなんて言ってないですよ。ちょっと皆さん、ね、花束の方からもミラーボールいただきました。ありがとうございます。ありがとう、怖かったわ。ありがとうみんな、ね、あと赤いドレスの方からミラーボールいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。あとどんぐりの方からも可愛いいただいてました。ありがとうございます。いやラブさんセクシー。そう隣にヌード猫がいるよ確かにね、着てないけどね。あ、ペンペイさんから後ろ見ていただきました。ありがとうございます。私のかっこいい室内なんとか機があるね。グリーンさんからギャーいただきました。ありがとうございます。ラブさん向け、ラブさんこっちよ。ラブさん、あアバターお買いになったんですね。お星様の方からミラーボールいただきました。ありがとうございます。ありがとう、キラキラ輝いてるよ。ユーマカツ丼クーポン券、五十嵐彩香です。やーな、そんなのアイドルのジャケットフレーズじゃない。かわいいヘアピン、あこんばんはです。ありがとうございます。そう可愛いでしょ。そうどんぐりの方からハートいただいてました。ありがとうございます。あと黄色い T シャツの方からモテをも、あまた10個もいただいてました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。そうあとあパンの方からもね可愛いいただいてましたね。ラブさんありがとう。あとジンベイの方からもミラーボールいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。そう次の公演第一声はクーポン券、やばいね。絶対それ狙ってるねもうねハッピー着てるの、ハッピーじゃない、ハッピーに見えハッピーじゃないですよ。ちょっとオシャンティーな服です。そうカツ丼大好きな、大好き。そうか後ろ向いてからのミラーで得点できるのか勉強になる。何それ、勉強にしないでください。ちょっと悪い例だよ、いけない例だからね。ダメよ、10日ぶりに配信見てるかもね。10日ぶりに結構そうね、お久しぶり。ラブドン配信違う、ラブくんに後ろ見てと、あラブくんに、ラブくんに後ろ見てって言ったの、私にじゃないか。ラブさんが後ろ見てだって、こっちか後ろって。でもこっち見てラブくん、こっち見てラブくん、ダメだね。ハカさんパワーワードは豊富ですね。もうラブさんしか見えない、ひどい。ヒーさんから尊いいただきました。ありがとうございます。あカッパの方からハートいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。よしじゃあそろそろちょっと締めようかな、ね、カツ丼大好きな早川です。カツ丼大好きですよね。でも別にそう
熟睡。カツ丼食べれるのは30代までです。え、お父さん別に食べてるってば。もう50いくつだけど大丈夫。みんないくつになってもカツ丼は食べれるよ。ラボ、あ、五十嵐彩香です。でもいいよ。ミラボーってでも本当にもう誘ってるんですよね。早か憲法、早か憲法ダメです。ダサいって言われたから幼馴染に。朝からカツ丼大丈夫、朝からカツ丼大丈夫。そう、いつかお弁当のあれに出てほしいですね。 SK でラーメン大使、ラーメンも好きなんですよ。でも早かパパ、終わりもっと早く見たかった、来たかった、ごめんね。ね、なんかまたでも全然これから配信するのでぜひぜひね見てみてください。いくつになってもまだカツ丼ね、本当にありがとうございました。50代って俺の年齢教えたっけ。もうちょっとそう、でもね本当にありがとうございました。ちょっとそろそろ行かなくてはいけないので、ね、失礼いたします。ありがとうございました。ミラーボールのサイリウム考えて、ミラーボールのサイリウムなんかね、お写真で見させていただいたんですけど、サイリウムがあってね、すごいよくできてましたね。そう、嬉しいです、ありがとうございました。メール返信読んで、いや読みます、というか読んでます全然。ぜひぜひね、返信よろしくお願いします。全部読んでますので、ありがとうございます。行かないでごめんね、また配信するよ。そう、あとランキング発表させていただきます。でごめんね、今日はねこんな感じになっちゃうんだけど、13位の方が発表させていただきます。13位の方、ドリプリさんです、ありがとうございます。ドリプリさんありがとうございます。12位の方、どんぐりの方です、ありがとうございます。11位の方、狼の方です、ありがとうございます。10位の方、赤いドレスの方です、ありがとうございます。9位の方、クロワッサンの方です、ありがとうございます、ありがとう。8位の方、ジンベイの方です、ありがとうございます、ありがとう。そして7位の方、花束を持った方です、ありがとうございます。6位の方、黄色い服を着た方です、ありがとうございます。5位の方が猫耳和装の方です、ありがとうございます。そして4位の方がひーさんです、ありがとうございます。そして3位の方が見えない、ゆずぴょんさんです、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位の方がお団子さんです、ありがとうございます。そしてなんと1位の方がでんグリーンさんです、ありがとうございました、ありがとう。なんか今日あれだね、黒目が小さいね。なんか気のせいか、クーポン集めに行くの、クーポン集めに行くのって、ちょっとそうですよ、行ってきます。おやすみなさい皆さん。ありがとうございました皆さん、ね、本当にここまで付き合ってくださって、でまた次も配信するのでぜひぜひ、ね、もしよろしければフォローの方ポチッとよろしくお願いいたします。ありがとうございました。グリーンさんからお疲れいただきました、ありがとうございます。お疲れ様です、本当に皆さんありがとうございました。またねバイバイ。そう、あとグリーンさんから後ろ見ていただいてました、ありがとうございます、ありがとう。あとハートを醸し出した方からアイスクリームいただいてました、ありがとうございますね。今暑いからね、嬉しい、ありがとう。カツ丼でクーポン、なんかモテオって響きが好きでね、そうモテオいいよね。そう、あ、ジンベの方からハートいただいてました、ありがとうございます。あとペンペイさんから後ろ見ていただいてました、ありがとうございます。あれこれ読んだ全部大丈夫、読んだっけ。ヒーさんから尊いいただきました、あ、読んでね。そう、ありがとうございました。ではまた皆さんおやすみなさいです、ありがとうございました。ジンベの方からはね、お疲れいただきました、お疲れ様です、ありがとうございます。ハートでが出たからだからだからだだだだ、お疲れいただきました、ありがとうございます、お疲れ様です。配信ありがとう、こちらこそ本当に皆さん見ていただいてありがとうございました。ハートが白くなった、いやピン、白いハートしか押さないでください。ピンクは絶対押したらダメですよ、押すな押すな原理じゃなくて本当に押さないでくださいね。そう、ひーさんからお疲れいただきました、ありがとうございました。あと花束の方からもお疲れいただきました、ありがとうございます、お疲れ様です。ね、おやすみなさいです皆さん、ありがとうございます。グリーンさんからもお疲れ、ありがとうございます。ハートもありがとうございますね、ありがとう。バイバイ、またね、おやすみなさい。あ、グリーンさんからモテをいただきました、ありがとうございます。モテをありがとうございます。あと狼の方からもお疲れいただきました、ありがとうございます。ヒーさんからまたモテをいただいてました、ありがとうございます。おやすみなさいです、本当に皆さんありがとうございます。フリですかダメですありがとう、ゆっくり休んでね、皆さんもね休んでくださいね。ユサピオンさんからモテをいただきました、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございました。おやすみなさいです、バイバイ。100回押した、100回も押さなくていいの、1回か2回でいいの、うん、ダメか、1回か3回か6、あ、5回か7回でいいの。そう、ありがとうございました、バイバイ、おやすみ、ラブくんおやすみ、バイバイ、バイバイじゃないや、そう、おやすみなさいです、バイバイ、またね、おやすみ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、おやすみ。